ない。あでもまあ普通ちっちゃいから普通のカラフルになるしいいかなと思ってるけど、まあ、仕方ないね。この壁の感じからしてまあ確かにね。いちご大福切ったんだよねさっき。待ってこれちょっと粉落ちそう。ちょっと待ってまあよ。いちご大福切った。切っちゃうわけね。これ出すの難しいな。あ、やばい、あ、やばい、いちごが出てきちゃってるわ。ちょっと待って、え、むず。あ、ちょっとクリームが溶けてる。見せづら。こっちがいいか。あ、見て。めちゃくちゃ美味しそう。ちょっと溶けてるんだけど、クリームが。めっちゃ美味しそう。ちょっと食べますね。ちょっと溶けてきてるから。いただきます。うん、美味しい。クリームが溶けちゃってる。うん、おいしい。いちごはめっちゃおいしい。やっぱいちご大福が一番好きだな。さっきのパイナップルめちゃくちゃ美味しかったんだけど、やっぱいちごだわ。うん、やっぱ冷凍だからかな、フルーツシャリシャリする。普通のさお店で買ったらさ、ちょっと違うのかな。やっぱこれが正解みたい。フルーツシャリシャリしてる状態が、うん、めちゃくちゃ美味しい。すごい。ああ。あ、そう、シャーベット的な。あ、なんかさ、売ってるじゃん、冷凍のフルーツ。コンビニとかで。ああいう感じ。うん、でも今度お店行って普通のやつも買ってみたいな。これも美味しいけど。だいぶ違いそう。うん、あんま時間ない。もしかしてそりゃそうか。ここの枠めっちゃ短い。コンビニ、あ、これは売ってないけど、冷凍フルーツ、コンビニに売ってる冷凍フルーツみたいな、シャリシャリって思う。クリームがめちゃくちゃ美味しい。これめっちゃ好きなクリームだわ。このクリームでさ、甘いさ、めっちゃ甘い感じじゃなくって、ちょっと軽めで食べやすい感じ。
しゃべれない。うん、生クリーム。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。え、でもね、あとね、まだ残ってるんだ。じゃあこれから食べるの楽しみ。嬉しい。フルーツ大福。本当に食べたくって、やっと食べれた。ちょっと待ってね、ウェットティッシュの蓋が閉まんないんだけど、全然。ちょっと待って。捨てて、なんでだ、あ、しまった。気づいたらさ、ここ見て、ほぼほぼ切れてたんだけど、なんか気づいたらこうなってた。嬉しかった。ウェットティッシュなんかあんま濡れてない。なんでだろう。美味しかった。大福。え、ちょっとお店も行ってみたいな。普通にさ、今回冷凍のやつなのね。あの普通になんていうの、郵送で届いたから、普通にお店で買って、それも食べてみたい。どこに売ってんだろう。なんかあんま見たことない。少ないよね、多分お店。あ、そう、手洗いに行けない。手洗いに行くにはさ、ここを開けないといけないんですよ。取れないんだよな。だからメットティッシュでとりあえず。とりあえず、自然、やっとね、冷蔵庫で2時間ぐらいって書いてあった。で、それでした。でもちょっとね、フルーツがシャリシャリする感じ。でもそれ以上解凍しちゃうと、常温とかでやっちゃうとね、多分クリームがね、生入ってる生クリーム、クリームがなんかめっちゃ溶けちゃって食べづらくなっちゃう。おかしまな。よし、他の、あ、他の場所ちょっと厳しい。ここが唯一できる場所。42分になったら、うん、3分前、42分になったら決まりますね。めっちゃ美味しかった。フルーツ大福美味しい。探してみようかな。なんか近く通った時があれば、この買ってみよう。普通のとかあれば、売ってるお店の。そう、この配信、この枠ちょっと短め、15分の配信。ここも15分だね。次30分。何個、ね、8個と、ね、4種類あって、いちご、パイナップル、ブルーベリー、桃があって、2個ずつ入ってるから8個。パッケージこれ、お店、これ銀座千引屋見えてるかな。これめっちゃ美味しかった。え、パイナップルもどっちも美味しかったんだけど、やっぱいちごがさ、やっぱいちご王道なのがやっぱりね、一番好きだった。パイナップルもめちゃくちゃ美味しかったけど、美味しかった。初めて食べた。いや、こうみんなが美味しいっていうの、なんか食べたいっていうのが分かった。食べたことなかったんだよね、フルーツ大福。なんか和菓子屋さんとかで売ってるさ、いちご大福は食べたことがあったんだけど、なんかああいうあんこが入っててみたいな、こういうフルーツ大福初めて、クリーム入っててみたいなやつ。初めて食べた。
お店だったら買ってみよう。普通のやつも、これ冷凍のやつだから冷凍も美味しいけど分かんないじゃん。どうなんだろうね、普通の売ってるやつもフルーツシャリシャリしてる感じなのかな。冷凍だから、中のクリームは同じだと思う。めっちゃ美味しかったこれ、両方美味しかった。ブルーベリーと桃も絶対美味しいと思う。一分過ぎけどいいや、あと数分だからもういいやあ、まだある、あと6個ある嬉しいあ、でもカヌレもあるから、カヌレも今度またしますね、配信いつかわかんないけど。エンジンフン、ありがとう。またいつか食べられて、こういう感じで解凍して、それも冷凍だから13位からランキング読みます。13位、カノンアットマーク、おじさんありがとうございます。12位、テルラットマーク、台湾さんありがとうございます。11位、さざなみさんありがとうございます。ランキング交代、13位からもう一回読みます。13位、ちゃんひでさんありがとうございます。12位、スペースランナーウェイさんありがとうございます。11位、やばいやばいやばい、BJ デスさん合ってるからありがとうございます。間違ってたら教えて、また後で読む。10位、かささんありがとうございます。9位、ゆきんこアットマーク、おしおとうといさんありがとうございます。8位、ちーのさんありがとうございます。7位、いげたさんありがとうございます。6位、筋肉愛好家さんありがとうございます。5位、らくらくさんありがとうございます。4位、ものものさんありがとうございます。3位、やぼうさんありがとうございます。合ってるなんかと。2位、うどさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。合ってたかな名前ちょっとあんま時間がなかったから急いでやんちゃった。あと1分、次は20時から。次何しようかな、決めてないんだけど、なんかゆるくしようかな。そう、あ、そう、時計ね、ちゃんと電池入れた。今覚えて、しかもこれ電波時計でね、うち自分で入れなくても勝手になってくれて、そう便利だと思って初めて使って電波時計。あと20秒ぐらいか。そう、なんか携帯の画面よりかは見づらいけど、この表示と携帯使える方が嬉しいからあ、やばい、そろそろだ。じゃあ次は20時からです。ぜひまた見に来てください。ありがとうございました。また後で。